人事の仕組みを作って、上位と地目。一回は上位で、官職は地目で行われると。で、えー、ただ、両下の官のうちでも、摂政、関白、黒土、厳しいこういった人は天皇の御琴の戦時で行われていて、上位、地目とは実は関係がないと。で地目の次第ですけど、地目っいうのはまあ下官地目、あれ、あがため地目と言われるものと、年末近刻の教官地目があって、こちらは地方の、こちらは中央の、えー、あれですね。 地方人事であって、こちらは中央人事であると。もともとは、えー、こういう形です。清涼殿天皇御前で実施されます。公家たちは文書を持って集合し、最後御前に着席して、えーまあ、その時にいっぱい彼らは参考資料を持ってくるわけですね。で、欠陥帳と言われるやつ、現在の空席、つか、ザーっと現人のあれと空席。 空いてるポストこれとも書かれたものに主筆これ主筆も主筆と言われるやつで一の神、まあ、つまり、えー、太政官トップのやつが天皇の許可を得ながら候補者の名前をこう書き入れていく大書きっつを作成しこの大書き 内が大樹が、えー、聖書して、この聖書を総上、天皇に出ていってで、天皇が、えー、許可をし、織りなという、えー、ものが、その許可聖書許可された、天皇が許可したものが、書類が式部の将に渡されて、字幕が行われるというのが基本的なシステムです。で、上位の方は勤務表定を、えー、総合して、上位 y の可否及び回数、えー、を、えー、チェック。 イチェックすするとということです5位以上は天皇の意思によって決まると。正月5日に午前に苦行が、えー、集まる、十年老長と言われる、どんだけ勤めてるかという、そういう帳面を天皇が騒乱し、主筆が叙着加害の決定、これを天皇が、えー、に見せて、天皇の騒乱を経て、息が作成されると。 この息のうちでも5位以上に当たるものは天皇御辞を推す勝因の儀を経て、昭和の中の、えー、設置へで、えー、授与されると、まあ、直任官みたいなもので、ね、天皇自ら一応任命するということになっていると。5日に午前には皆集まって、7日の設置へで授与されるということで、基本的には、えー、清涼での天皇、清陵での、えー、天皇の午前に、えー、現任苦行全員が集まって実施されます。 で、天皇と主筆で決定するんですが、天皇が幼少時には、摂政が1人で決めます。摂政が人事を決定。摂,あの摂政と主筆の間で決定されます。天皇は子供ですから、そういうこともできませんから、その天皇の役割る摂政がやると。天皇が成人後は、関白が天皇と主筆の間に座って決定に関与。だから関白は、死の神から上がってきたものは気にこなきゃそこで突っ返す。 ということができると,言います、ね、というのはそういう内乱の権限があるんですね、いろんいろなことに関して。で、こういうものは基本的にまあいろんな文書、現任苦,苦行はこれ、あのいっぱい参考資料を持ってってくるわけですね、こういう文書、あるいはまず複雑な手続き、これを減るんですね、これは政務と儀式が不足不利の関係にあったことを示していると。 まずそういう人事だったんですが、これはどう変わっていくのかですね。でまず、年老制。年老制というのは取られていると、基本的には。どうやって昇進するのか。上位決定資料は、劇関門と申し分みていものであって、この劇関門と申し分に人事決定に必要な情報が詰め込まれていると。劇関門というのは、官職の在,在籍年数、これをローと言います。 だからこの感触に何年いたかということが記載されたのが激観物ですね。で、もう渋みというのは推薦書であると。ただ、えー、推薦書とは異常、基本的にはこの老を基本的に要素とする呪釈化解が行われている。これを年老制というふうに言います。要するに、どれだけ在籍していたかと,いうと在籍年数の長いものからどんどんやっていくということですね。ところが、9世紀後半、こういう年老制というのはこういうふうになっていきます。純釈 式部の嬢とか劇とかクロード、あるいはこのような証言、こういった、えー、感触は毎年一人ずつの弱枠が、えー、決められていると。で、年老呪釈。一定年限を決めて劇の肝心によって呪釈が決まると。これは内規や厳しいなどはこの年老呪釈の感触であると。でそれ以外の書士、えー、料、書栄料というのは書士、あるいは書栄 これをまあひ,ひとまとめにして最上楼者一番上の人間を1人か2人除釈していくという形であって6位から5位に除釈されていく除釈っついうのは5位になることですね除釈っついうのはこれはあの5位になることですこの5位になるにはどうするのか言ったらこの3種類あるんですが当然この呪釈っついうのが一番早いわけですねその次は年老尺でしょ死老嘉永老っついうのは まあ、なかなかチャンスが巡ってこないと。確実に毎年一人ずつ除釈されていったら、どん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 消えていどんどん入ってくるのが消えていくと。年老者が一定年限を決め,決めて、劇が肝心していく。諸子料、諸英料だったら、最上老者、それも諸子と諸英が全部ずわーっとひとまとめらなて、あの一部の重要な役職の属その他の、その他大勢がひとまとって、一人か二人だけが選ばれると。 いうことでまあ、一番チャンスはがなかったわけで、そこの素人なで。基本的に、この除釈、それから年老化解、必要な老、つまり年数、在籍年数が設定されて除釈する方法で、間食別ですから、こういう順尺でなっていくところは、それえや、ー、つらがったとて、ね、ですね、この老の短い間食、つまり順尺ですね、これは昇進に有利であって、一つのこうう昇進コース。 代表的な昇進コースは、これ、侍従から兵衛の助、この上の少々から中将なって三議なっていくという昇進コース。こういう昇進コースは、一番スピードが速いというふうに言われております。ところが、この人事のシステムが変わっていきます。年休制度。年休制度というのは、年間と年尺年間というのは、地目の際に所定の官職に所定の人員を 信任すると地獄の際にある官職に、まあ、あ,のある特定の人間をこう押し込むことができる。粘着、上位の際に所定人員の助釈を申請する,する権利が与えられるということで、どちらも要するに推薦ですね。で年間、粘着、この年間や粘着の権利、つまりこの人をこの官職につけてねとか、この人を助釈させてねというふうに申請する権利を与えられているのは。 例えば九州と言いますで。この年給制度というのは、倍、倍官と言われてきたんですが、実際に倍、倍官とざっくり言うよりは、むしろ多いのは、九州の近親者、あるいは九州の家政職員への助任という形で、こういった人々を中央政府に登用していく、昇進していく、そういう意義があったんじゃないかというふうに言われています。だから、倍、倍官というよりは、まあ、九州の関係者、近親者、家政職員への 火星職員の、えーまあ、昇進ルートですね。それを確保する。だから倍、倍感数ってはなく、マイナスイメージですけども、せやなくて、この九州の火星職員が除釈することによって昇進制度が、じゃあこれあるか頑張ろうかというです、ねで。この県立のあれですね、隠岐の人々にしかない。上皇、女院、三,三宮、えー、東宮、十号ですね。こういった人々。 だけに認められて、まあ、古いのでは880年に養税院を呼吸で、えー、除釈されたというケースがあります。10世紀後半には除釈だけで破壊、つまり5位になる5 5位の原にするという、えー、除釈、それから、えー、どんどん昇進する破壊、さらに御白川隕石になると上界、つまり3名以上の人間の昇進ルートも 年尺で選ばれるようになっていくということでこういう年,年給制度というのがどんどん拡大化していくと陰性期にはこの吸収が増加していきますこの乳院がダダダダダできてきますからね乳院があの乱発されていきますからでさらに吸収が増加するとその上位に占める、えー、年尺の割合も増加していくと でこの粘着通のは、隠偶と人的関係を有するものに有利な、非常に特権的な昇進方法ということで、まあ、陰性期にこの粘着通のは増えていって、陰と、それからあの家臣団との部下との密接な関係が作られていくと。摂関指定の昇進構図ですけれども、摂関政治、摂関指定というのは、これを古いんですよね。 えー、有利な昇進構想、先ほどの,あのこのよの少々がすでにカンカンカンと出ていく、さらに、えー、天皇や隠グとの人間関係をした粘着による破格の昇進が行われると、その最たる極方が元服除釈ですね。藤原の時から始めたんですけど、元服除釈、元服した段階では、こいつ、何の功績もないんですよね。要するにこれは 親父や祖父などの宝石によって、息子が昇進に夺釈する、いきなり5位にポーンとスタートすると、5位からスタートすると、えー、いうシステムが出来上がっていて、でこれは平安時代以降、摂関決というのは5位からスタートするというふうになります。当然、昇進の格差も拡大していくと、えー、3種類の人間,人間で出来ていわけです。 まず、有利な昇進コースを整えながら、天井人を経て、苦行をやっていく、金立ちと言れ。いわゆるグループ。それから、商殿が許可されない、次元の C、五位泊まり。彼らを初代夫と言います。初代夫。金立、初代夫。侍。こういう三つの階層に分かれていくと。 金立ちになったら、えー、昇進コースはカカカかカカ上がっていくし、えー、初代物はまあ地下、運が良ければ昇殿できるかなという。藤原の金以降、石火の質族は三味中條から三味を経ずに中名後にポーンと入っていくという形で飛ばしていくんですね。こういう特進図が飛ばしていくということが増えていきます。その結果、簡易の急激な上昇、えー、石灰の,の人間簡易の急激な上昇。 でこれは結果的に一部の人間だけががーっと上のっていてで、一部の苦行を除いて、こういう交換に入れる人間が減っていくと。あの交換の要に入れる人間は限られてくると、えー。それ以外の家の連中は、受代が困難で同じ地図か換固められていく。まあ、結局、身内政治というのはそういう形で破綻していくんだという話なんですね。まあ、その身内政治破綻するとどうなるかというと、今度は身内以外は。 外籍関係と無関係に苦行の地位をする昇進関連が、えー、出来上がってくるのは陰性期です。勘、ま、因、あ、流不知らしのことなんですよね、これ。関係の政治的な政権威が交代後、こういった苦行の地位を、えー、持つ人々は天皇家に接近していって、貴族の家というのはいっぱい出来てくると。摂関期は割合、えー、この貴族の家というのは割合限られてい そんなに多くなくれは会員、まあ、流とかそういったものを含めてわーっと広がっていくと。これは、まあ、外籍関係と無関係に、苦行の地位を保持するやつらが、えー、いっぱいできてきたからと、まあ。この金立ち、いろんな人は金立ちにこうず,いず,ずいずいと入ってくるんですね。陰性期の人事の特質。陰性期にはこの激関門と申し込による上位樹木が大きく、えー、変わります。 この地点の君、まあ陰天皇ですね。この皇位継承者の人事権を握ると同時に一般貴族の人事へも関与していくと。これは堀川死後に。樹木が変わっていきます。堀川は死んだ後、摂関家が力を落としていくと、摂関が院にやってきて、人事の決定後の人参沙汰を行うようになります。つまり、陰の御前、白川の御前でえ人参沙汰が行われる。 地目が変わるとで、この人参サタツのこのような、これはもう字幕以前に院の方でも人事が決定しておるんですね。で、院はその一中の人間を人参折り紙という紙に書いて、あらかじめメモを用意してあると。このメモに基づいて折り名が作成されて、字幕がもう決まってるとで。上位においても同じです。激関門は形骸化し、 えー、この折り紙が、えー、決定資料化すると、要するに、ジョイもジモクも、委員からの折り紙、メモ、これによって決まっていくと。このジョイ折り紙、ジョイが折り紙によって行われるのはシラカ院政機一行なんで、鳥羽とかはまたそこまで持ち合っないと。他にこういう昇進ルートもあります。イン主,イン主催行事での減少、委員主催行事で頑張ったから昇進すると。 これはあの儀式当日に減少の昇進が行われるとかですね、陰性期、陰主催行事で、えー、減少が行われるとか、特に彫金行,行行によって助任されるケースはものすごく増えていると。長金行行とのあ,あれですね、天皇が上皇のもとに行く、この儀式に彫金行行に尽き従ったり、彫金行行の準備したりとか、そういった人々がガンガンと位が上っていくということがありますで。王権との人的関係の昇進 高齢女医というのがあって、これは年老による昇進です、ね。で、除尺の場合が基本ですね。え遠征期になると、この下界というのは減少に比重が置かれていくと。だから高齢女医というのはあ,のあまり重視されなかったと。要するに、この減少によって異界が上がっていくというのが増えていくと。で、減少というのはえ年級に比べるのがいいかったら。 実施回回数は人数以下にせ年はや人にに年年っぱり年に1回ところがこちらはもう好きにやっていいと。基本的にこれ多分あの、なんそうなるのかって多分元々、もともとがアウトローの話であって、この院の人参折り紙によってすべてが決まっていくということですね。で、この現象の吸収っついうのは、王権の構成者、つまり天皇の父母、祖父母、あるいは摂関係の課長、そういった人々が、 現象の吸収であり、逆に現象を受ける側は吸収と人間関係を持っている人々ですね。で、あるいはこういうこともあります。受賞者は権利を自分の息子に送ると、譲与するという形で。自分はとりあえずその権利を保留しておいて、息子に譲って、息子はその親父の現象によってどんどん出世。ききょなんかはそれでかなり出世しましたね、あれ。ただ森さんが権利をきょうもりあらかじめもうやっておいただけで、きょうはい,い、ブースタースタートを切れると。 こうやってどん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 と、えー、格差は開いていくと。その結果、地点の君に人事権が修練していくとです、ね。現象に基づく昇進、つまり年齢に基づかない昇進、これが起きますと、何か起きるら超音、これ、超音と言います。要するに、感触がもうすぐポーンと飛んだ結果、追い越されるやつが増えていくわけです。で、この超音が頻発すると、超音する側は気持ちいいですが、超音された側は気分もあるんですね。 そこでなんとかそれを阻止したいと。阻止するにはどうするか言ったら、超査される人間を今度は地点の機運や特別調査で調査阻止するということによって調整しなきゃならんと。その結果、えー、人事権は地点の機に集約されていくことになると。この調査が増えると、調査を避けるための,、えー、この調整を地点の機運がやる。特にこれ、言葉羽陰性期です。 オートバイン石器には、この腸が通分えー、はあのこちらが発生して、で超を通したら、あのー、人間関係が崩れると。あとまあ、兵士なんて、えー、超を通の、えーまああのー、繰り返しですからね。で、えーまああのー、その結果、燃焼は減少が抑制されて、地点の君味が調整していくと。で、えー、その結果、あのー、これは鎌倉中期以降ですから、あれですね。 御佐賀天皇以降、地皇の君に叙任権が修練していて、鎌倉時代なんかはもうだから朝廷の人事の地皇の君を行うというふうになっていきます。頭領の登場ですね。うん、旧世紀から国主の四都官上輔城左官とっうの,の無夢無実がしていって、国主の首席、つまり神ですね、多くは神、一部輔、黄輔ありますけども。 神に諸国統治の責任と権限が集中していくこの国主の一番上の人間を頭領と言います。現地に行った最高責任者が頭領ですね。でこの頭領に求められたのは財政健全化と財源を堪能することであって、頭領は言ってみれば、徴税請負人としての役割を期待されていると。この背景には税制徴収支援化があると。平安時代に入った頃から富豪の共柄と隠吾を失敬の結託。うん こういったものが住み、釣量性に基づくこの軍事性通のを崩壊していると。で、まあ、律量制がもはや、律量制というのは人身把握をもとにするんですが、この人身把握が無理だと、電池把握を基礎する調整方式が取られる。この,あの妙という体制において不妙体制とです、ね。で、この不妙体制のでは、釣り量が直接不妙をしなくて調整するシステム、だから中央の方はもう知らんと、誰が何やってるか分からんということですね。 人身把握、その人身を、えー、一人一人に人間がどういう人間かって、その気にしない私はいつもこれ、あのえー、ガミラス星人が不明をやって、一生金を送ってくれたら、別にそこ現地でガミラ臭を掘ってお全然気にしないという、そういう,そう,いう話だと言ってたんけどちょっと本当、ちょっとむちゃくちゃ、ちょっと暴論ですけどね、えー。人身把握から電池把握へというシステムですね。で、図量は不明を把握して、調整すると。 で電池からの高濃物は貫物ですね。利用働力が臨時増薬これが中世の年貢とそれからくじにつながっていきます。貫物が年貢へ、労働力はくじへと。この鶴量の任国支配、どういうふうに伝えられていたのかですけども、徴、ま、税、あ、機能や電池の掌握になを担うたころあるいは最初ですね。鶴竜の家人、京都から絶対た家人で、現地では在地有力者を取り込んでいくと。 もともと律令制では現実は認められず、それどころか本籍回避というで、もともとの本籍のある人間は国士になれないという警察官僚において言ったわけですが、それを図領以外の国士、図領はさすがに京都の貴族ですが、図領以外の国士を現地有力者から分任していくということが増えていきます。で、軍事も国士が現地有力者を採用すると。中央政府ではなく、国士が採用すると。 こうやって在中力者と国士の関係は急速に強,強まっていくと。在地勢力は在長官人としてあのその国の国務を担当するなとその国になってくると、図りを在境するケースが多くなり、代わりに木材が派遣されて、この木材の指揮のもと在長官人が実際の国務を支配しているケースが多くなっていくとで。こういう中、年間つつものも図りに大きくかかってくる。年間 はえー、年借と違って、九州に、区業も一応、えー、そういう年間の権利を持ってるんですね。そ,その結果、この年間で任意のものを下級会に推薦することができる。図量が仲介者となって、この区業を九州にして、第一有力者を国司に任用することもできるようになる。 あるいは、図リはそは自分の従者を、陽明国士、名前だけの国士に、えー、分任してもらうという形で、国士、国士の下の人間は在位両者だったり、従者だったりすると。でこういう人的関係に基づくコネクションを利用した人形制度が、えー、出来上がっている、要するに人的関係のコネクション、これが、えー、図リの、えー、ポイントだと。 でその結果、イングや苦行、中央の有力者と地方有力者のネットワークがこの図量を介して、ネットワークが作られていくと。で、国家財政ですけれども、必要にして職務をやっている国当て方式を採用していますえ。国当てというのは政府の要請に応じて図量が隣国からした物資を臨時提供するとしうもらって、従って図量は都周辺に京都とか那須衆と呼われる。 的な倉庫を設置して、ょうが任命した弁済士に政府の租税弁済業務を行わせると。で、使われなかった、提供されなかった物資は、私婦、自分のものとなると。ょう任命方法ですけども、もともとは鶴竜の巨と呼ばれる推薦型ですけども、鶴竜の巨というのはやがて消えていって、鶴竜順人。 図量希望者から出された申し分の中から、副業会議で選ばれるというシステムが採用されます。信条とキュウリに分けられます。別に、ずりおみきんきんは親女、キュウリはずりおみきの中から、認知中と特待合格の認知症がある。認知中というのは、任期中にこの監査をパスしたものですね。で、この認知症の人間から最初に選ばれていきます。 でこの認知の人間が終わったら、今度は特待合同の人間が選ばれると、このキュウリに関しては。で、この監査、これを図量効果程と言います。915年始まって、犠牲官全参加で、この監物の納入、これが一番ポイントなので、これを済ませたるかどうかを中心にチェックされます。図量審査、図量効果すための運営ですけど基本的には厳格な勤務表定が行われていると。 ただ2017年、図量降果定では道長に遠慮という事例も見られるけども、摂、ま、関、あ、期に一部に私利的な人事を見れば、基本的には厳格な勤務表情を行われたと考えて、とは陰性期にこの図量降果数が崩壊してしまうと。陰性期の図量ですね。陰性期は図量情合が行われていく。あるいは年少図量が拡大に増加していく。つまり、陰に従った人々が、 ずるようになるあるいは息子をずるようにしてもらうそういう形でずるよう情報あるいは年少授業授業が連、えー、増加しているとで特に大国上国を中心に町人同じ国に同じ国に続けること、えー、近い国にくる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 と移る選任総白交換するあれです、ね、交換要するに A という国 A さんと B さんがあの C 国と D 国をまああの 変えてもらうと、の A のの C の紙であった A さんは今度は D の紙になる。B さんは、A、逆になるというふうにして繰り返していく。限られたポストをぐる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 回しておくね。A ところを中心にで。こういったことがやるのは何かやったら、陰のつかさの図量層ですね。陰の禁止の図量層。で こういった人々は、ね、ずるいになるかやったら、大規模造営があるからであって、ず量が、経済を投じて、いろんなお寺を作ったり、隠語書を作ったりすると、その現象として、ず量が与えられて、また金を儲けに行くと。大規模造営とず量の人気ですけども、これも結局、ず量の人気がどんどん伸びていきますよ、というね。不可情報とある。要するに、が一方的に造営命令を出,した出すと。この不可情報、印がこれ出せ。 ハハハーっと一緒に頑張ったら、えー、複数現象。要するに現象を2回行うように優遇策を答えられると。実際にはこの不可情報と普通の情報との判別は難しいんで、これ、この不可情報という言葉に注目するのはどうかと。複数現象つながったのは、こういうことですね。後期の長い造影の場合はどうするか。後期の長い造影の場合は、図量はやっぱり承認したわけです。これが1回目の現象ですね。 で完成したらもう一期承認させてもらえるという、一粒で二度仕上げです。でこれ、人気なに関してはどうするか言ったら最終年後に承認と閣外、えー、という、要するに一度の情報で二つ、一度で二度おいしいという、そういうシステムが取られていると。これでボロ彼らはボロ儲けるわけですね、要するに金を投げ打った分はちゃんと返してもらえると。で 保証寺造営と図料の負担軽減、保証寺造営では臨時召し物が免除されています。隣国からの経費調達が行われているわけですが、これは要するに造営用途というのは、あくまで資材を投げ打ってということなんですけども、隣国から拠出してええよということですね。この臨時召し物を免除してや,あのやる代わりに、あの金出せと。 結局、その金はどうかで隣国からの傾斜になるわけですが、これは結局、私物と関物が不可分のものである。これ、一応、律令制の建前では私物と関物とは、王朝国家もまだ不可分じゃなくて、分けてたんですね。私物は私物、関物は関物と。で、こういう造営用途については、あくまでお前の金から出せと、隣国から取ってくるなと。ところが、保守寺造営に立っては、もうその原則を投げ打って、関物から出してよと。 まあ実際には、貨物と種物もあのほとんど一緒なんだよね。その建前をええー、と,と。で、頭領素の再生産。減少してニュするケースによって、譲ることによって図領素が再生産されていくと。で、えー、さらに一番上はこのハリウムとカというようなカミだったんですけども、まあ、地魚国勢の定着によって、こういう上国、大国、こういった原則が崩壊していき、さらにあの地魚国勢が定着すると図量、図領、 への依存度はむしろ低下していって、事業国、事業国にということが出てくると。これはちょっともう自分でもあまりちょっとよく分からない。で、大規模造営がなぜやってきたのかですけども、まずポスト獲得を狙うズリオが過剰な造営請負を行うと。建設ラッシュが起こる。これはサコスタン自身の研究なんですね。ポスト、なぜこの時期に大規模造営が行われたかと言ったら、 数量が過剰に造営を受け,お受け負って、ガンガン頑張ると。で、建設ラッシュが起こると。で、これ、本郷敬吾さんは、地方から中央に流れ込む富を当人するための装置であると。この大規模造営というのは。まあ、この頃地方から中央に流れ込んでくるんですね。その結果、造営ラッシュが起こり、それが中世都市京都に住むと。で、個人的な意見なんですけども、これ、あの要するに中世温暖期の話と絡めても、世界、 世界システム論とか世界あの、当時の世界的な気候変動の問題ともちょっと絡めても面白いんじゃないかなと思うの、まあそういうところは非常に、えー、禁欲的なんですね、えー、彼女は。非常にそういうところは禁欲で。私だったら、もうそこのところであのあの中世温暖期とか言って、大体私どこかで本を書くときは、大体世界システムで話を言えますけども、そういうところは、えー、あまり、えー、やらないですね。で、人的検討力ということころで。 近世紀に、えー、この人的ネットワーク、地方と地方の人的ネットワークというのはかなり作られていったんですよということを言ってあります。結構盛りだくさんで、私はちょっとちょっと消化不良ですね、自分でも。うん、確かにね、これこう、ピョンとかね、読んでて難しかったですよ。戦いとか人事異動と違って、これシステムだからわ、よう分からんなと。基本的な、ね、<あ>知識が大変からね、うん、分からんなと。そうなんですよ。 難しい。あんまりシェステ得じゃないからな。めっちゃ基本なに質問ですけどね、これ、地獄、はい、をね、正月にやるんですよね、あ年末と正月に、はいで。特に正月の地方人事ですけどね、図量って4年に1回ですよね、はい、基本はね。そうしたらあの例えば統一地方選挙みたいに、4年に1回、どーんと総外ということになるんですか。あれ、どうなんでしょう それは考えたことないな、今言われて初めて、そうやあれ、図量の人気ってみんな一斉にストーわーでないと次の図量になるのが難しいですよね。それが一つと、監物と私物を、もともとは基地で分けてたのが陰性期にぐちゃぐちゃになったってだけど、情報する場合、基本的には監物と私物が分かれていたら、 物はもうちゃんともとある下請け制だから下請け額は国に納めるんでしょそうですね。で、<laughs> 納めた残りは好き,あの好きに使ってええんだが。でその、それで情報をやるんでしょそうですね。で、だから情報をさせたら、それ別に個人の負担になるから、本来国に入るべきものはもうとっとんやから、うん、<laughs> お前ら頑張って貸せた分が出せやと。 国からしても望ましいで、どこにか、これに書いてあったんかな, <laughs> な。なるほどと思って、こうこ私物と幹物が分かれているのであれば、でかつ、徴税下請額はちゃんと納めているのであれば、国にとっては何の負担もなしに建物が建つんやから。そうだね。まあ、んかあれ、別にそんな悪い制度ちゃうというか。うん っ何書いてあった何書いてあ、そうか、思って、<laughs> なるほどなとだこれ。臨時名し物を援助しちゃって、それであの、えー、送って言うたら、国の貨物を一部あの使われてますよね、という。まあ、そういうことであればね、基本的な原則として。原則としてはそうですね、私物,私物と貨物を分げて、私物から出せと。で、それはちゃんと下請け額だけば。 集めてこないと、義家さんみたいに、お前かも、監物集めてないないかって、そうですね。しぶちになるんですね。ちゃんとや、やるべくっとやってるというか。で、北条氏を建ててる頃というと、吉家の頃ですよね。そうでですすね、吉江の吉江の頃ですね。の白河天皇の頃で。吉家って白河天皇の頃ですよね。 そうです,そうです白川の院の正伝を認められた。まあ、一生懸命それなりに白川は <laughs> の吉をかっぱっていたと。星祥寺。星祥寺。星祥寺だったあれ天皇の時代ですよね。白川天皇の時代。星祥寺すら高いな。摂関家から白川別業を,を,をプレゼントされて、吉立を置いて、立て始めたと。 いうことだからでその頃になると私物と乾物の区別がいい加減になってきたって話はさっきありましたね。はい。ただ、乾物は納めないですよ。物、要するにで白川が乾物の臨時召し物はもうええよと、それ、うちに回してちょうだい。<laughs> 臨時召し物って何ですか要するに、まあ、乾物の一部です。 臨時下のかも貨物の一部を免除してあげるから、その分、この造園よろしくねってやっちゃったんですね、も白川さんは。で、そういうふうに、星荘司などをボンと立てて、読書地がどんどん立っていくということは、図量っていうのは、めちゃめちゃ儲かっとったわけです、ね、まあ場所によりますけども、大国り図うとかになるとめっちゃ儲か,か,かりますよね、あれ。あと、太宰の第二とかもめっちゃ儲かりますよね。 めっちゃ儲かるんやったらね、下請け額を上げたるか、考えないんですかねその代わりにあの思いっきり儲けさせて、首里式とか、そういうところに懲戒にする。首里式になると、資材を投げるって、今度はあの天皇の放出するわけです。いや、お前はよう儲けたはずやから、うん、そっちに帰るから、貯めた分の一部を吐き出せと。そそそうそうそう ダザイン第二の次は大体処理式らしいです。博多で大儲けしたら、そ,うそ,うその後は建設担当になれと。その金でしっかりとあの、お前が貯め込んだ金はしっかりとあの使ってもらおうじゃないかと。<laughs> それは織り込み済みなわけですね。その土台の第二になるということは将来はそっちで吐き出すなあかんから。あまあ、そうだね、という。ここで稼いとかなあかんと。ててそこで頑張ると、よく二になをつけられちゃうんですね。 ののつぶやったかな九州というのが出てきましたが九州というのは自分の身近な人を出世させるそういう枠を持っているということですかそうですそうですそうすると人事の時に、ね、これ上皇とか女員とか東宮たちがみんなう,うちの職員でこいつ出世させたって,って言ってくるわけですか言ってくるわけですね、うん、で年休うつは基本的に 1, 1人か2人じゃなかったかなあれ うん、そんなにあ,のあれなんですよ、それもめちゃめちゃ偉いとこにはどっちも来ないからあの、なんたらかんたら5級という形,いう形で、まあ、下級の感触につくケーがいくつか、私も,私も一応、記憶にあるなとい、見た記憶あるなという、この時代を見てたら5位ぐらいにはしてやれるんですか助舎までいけ,けたんですね、助舎。基本、助舎やったはずやから。 合意になるときに何とかかんとか呼吸とか言うかでてそんなことしたら貴族めちゃめちゃ増えていきますねまあね,ねそいつらご一度合意になったらその人たちも合意になりますからね上院なんていっぱい出てくるでしょ上院さんは上皇とかいうのはまあ数知れてるし皇后っていうのもね一人の時は 変えれてますけど、ジョインってなんか高校になってなくても、ああ、この人、はい、ジョインとか、みたいな感じで、あ、ニョインって呼ぶんですか、うん、ニョインというのかな、あれは。あ、この人もって感じで、残発されてるような。残発されてますね。<laughs> でも、なんとか門院って、とか、八条院とか、研修,研修門院とか、まあ、意外と陰性期には、控除と、それから、あの、 あの院の奥さんぐらいやから、まあ、五六、多くともに3人ぐらいちゃうかな、意外と。でそういうのって、ただ、八丈院っていうのは、鳥羽のあ娘だから、八丈院を女院にしたら、鳥羽、うん、がその枠持つんですね。そうですね、<laughs> 親父が。あうん、で、鳥、ま、羽、あ、は死んだと、八丈院5級と同じで、 近親平野入森系的なあたりの人間とかが入るんかなとあ。兵士なんかもともと枠ないけど、そういうところの枠使って入っていくんですかまあ多分ね、あのよ,よ,よりともなんかもあれちゃうかな、もともとは吉友が一生懸命頑張って、あの美福門院か八丈院か。 あれ,あれは逆かな、あっちかな、あっちのほうかな、上西門院とかの5級からあれ入っていくかな、彼も。はじめ、上西門院のくろさんがなんかしてましたね、一瞬。そうそうそう、一瞬。で、その時そのいろんな人の枠を使わせてもらって。まあ、だからあれですね、そういう5級関係者を、年級関係者とコンネクションができるかどうかっていうのは決定的ですよね。 だからよしとも頑張ってあの時は御前と結構つないかんわけですよ。あれは美福門院の関係者だから。あれはだから武者と美女のロマンスって感じゃなくて、要するにあれは時は御前つないよ。あれはあれは美福門院やな、まあ。じゃあ美福門院の短歌に入って美福門院の釜の飯を食ってしまうと、美福門院さんから枠を使わせてもらえると。そそうそう,そうやっぱりこれあの上皇とか 入院とかこう,えこういう上の人には頭わかんないんですね。うまく持ってたらそれはそ,そこからスタートしますからね。まあ今日の話、私もよ足予習でこの本読んでましたけど、先週のとこは割と頭にすす入ったんですけど、今日のとこは読みながらわからんなと <laughs> 思いました。基礎知識がないから。 基礎知識じゃないと私も、うん、ああ、そうなんや、えー、知らんかったの連続でさ初めて知ったという、うん、<laughs> 勉強になりましたけど、でも今日のおかげでね、ちょっと分かりました、じあの人事異動とか樹木とか、このしてちょっとおぼろげながらね、今まで全然分かりませんでしたからね、この人事異動なんか、どうしてやっとったのかこ人システムってほんま、こちらの勉強してへんからね。<laughs> 経とかそんなのはね、知識ありますけど、こういうのは知識がないから、あなるほど、こういうふうにして人事異動をやってたんかということが分かって、か、う、す、ん、かでも知識があるとね、この本読むときにね、大違いなんですよね、少しでも知識があれば。うん